皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は、ナンバーワンを目指します。いや、ギネスってもんもん。とりあえず私ギネスの賞が欲しいです。ギネス記録が欲しいです。ということで今日はギネス記録に挑戦したいと思います。皆さん知ってる方はいますか。とこちら M&M's を1分間で何個食べれるかっていうのなんですけど、ちなみに世界記録の方は65個です。ちょっと説明します。M&M's をまずは袋から出してお皿に取り分けます。いや、普通に置きます。んで、お箸で掴んで食べるんですけど、その使ってない方の手は後ろに持ってって、お箸で一つずつじゃないとあかんねん。一つ掴んで食べる。んで、最後1分の時にちゃんと口の中にないかというのを確認しなあかんから、1分以内にこう口開けて確認してもらって、1分ピピピピで何個かっていうのをします。んで65個を、超えたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、それでは M&M's を開けます。これあの時何個あんのやろ。そのギネス超える数ないんじゃないか。全然ギネス超えれない数しかないように見えるんですけど。1,2,3,4、 まあ大丈夫でしょう。もしこれを超えたらギネスも超えれるということでいきましょうね。はい、あ、準備しないと。はい、こちらストップウォッチ、いつでも OK です。はい、ちょっとお箸確認します。合ってますか。合ってます。はい、ではお願いします。それではいきます。よーい、スタート。マジで。30秒経過です。15秒前、10秒前、8,7,6,5,4,3,2,1。口の中いっぱい残ってますけど。もう失格じゃないですか。リアルな鼻水。はい、結果いっぱい入ってましたよね。20個ぐらいかな。じゃあマイナスされたりして、思ったのが、こんなにチョコ一気に食べたら、あ、虫歯があることが分かります。絶対これ虫歯や。なんか痛かった。歯医者行こう。はい、歯医者行くことにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ぜひ虫歯があるかわからない方、 M&M's のギネスチャレンジで虫歯があるか確かめてみてください。それではまたね。